このあと3回表の王冠無理の攻撃、富山のフェンス直撃ツーベース、ランナー二塁三塁として辻のサード強襲のヒット、これで満塁。5番の井原、キャプテン、スライダーをうまく弾き返して2点タイムリーヒット、逆転。そして寒川も続いて、ここは王冠無理が中軸を中心に4連打で一挙4対1とゲームをひっくり返しました。大阪桐蔭は取られた直後に強い、その裏1点を返して4対2、5回の裏ツーアウト満塁、6番の根尾がフォアボールを選んで押し出し、そしてその後7番の坂下もフォアボールを押し出して同点になって、今野さんが先ほどご指摘になったのはこの場面だったんですね。そうですね、力があるだけにね、もったいなかったですね。同点になって6回の裏、この藤原の強烈な打った瞬間のホームラン、逆風ものともせずライトオーバー、これが勝ち越しのホームラン、5対4、大阪桐蔭が再びゲームをひっくり返しました。さらに大阪桐蔭は8回裏、ノーアウトランナーが1塁3塁、変わった4人目の村上からピッチャー徳山が三遊間を抜けるタイムリーヒット。徳山は今日2打点、そしてなお一塁二塁として藤原がセンターへのタイムリーヒット、このタイムリーヒットのところで、やや守備にも乱れがありました。その間にランナーが帰ってきまして、そして藤原も打った藤原も戻ってきて4対9対4、さらに1点追加して10対4として迎えた9回の表、王冠無理が逆襲します。ワンアウト三塁から飯熊レフトへタイムリー、さらに寺地が続いて富山が左中間タイムリーツーベース、さらに辻倒れた後キャプテンの井原、この左中間の2点タイムリーで10対8、2点差。井原は今日4安打、2点差としてなおもランナー一塁二塁、最後は7番のキムをこのサードに打ち取ってゲームセット10対8、9回の表、王冠無理は4点を挙げて追い上げましたが、あと2点足りませんでした。